はい、ラストでございます。で、飛行機ネタ、この航空機事故のネタの続きでございます。はい、一個話題になっていることがあるので皆さんご存知でしょうか。はい、ペットを連れて旅行に行って、ペットはそれね、専門の、貨物キャビンに、カーゴに入れられるわけでございますが、当然ね、あの人命優先でそこの解放なんてやってる場合じゃないから、まずは逃げること優先されたんで、あの猫ちゃんとか犬ちゃんとかわかんないけど、それは一緒に、ね、あの火葬されてしまったって話なんでございますが、でね、ペットが一緒にキャビンに入れなければならないとか、入れるようにしなきゃいけないっていう議論が出てるんだけどさ、正気か、マジ正気か。あ、いや、それね、他の乗客に迷惑をかけることがないっていう前提条件がありの、かつ席代をもう一席払えるならっていう条件がつくなら、個人的にはいいんじゃないと思うけど、ただ獣臭くならないっていう条件を満たすのはかなり難しいと思うので、実際に問題としては難しいと思うんですね。だいたいこう赤ん坊以上にさ、もう生育は効かないわけじゃん。泣くな、吠えるな、泣くな、吠えるなって言ったって限度があるわけじゃんね。はい、そういう話でございます。で、まあね、あ、そう、一時期さ、あったじゃん、あの音楽家の人たちが、楽器を持ち込む、運ぶときにキャビンで一席分を払わなきゃならないって問題なことありましたけど、まああれ、続報がどうなったかわかんないんだけどね。その話と究極は一緒です。まあ、楽器はね、あの吠えたりしないから全然問題ないんですけど、席代さえ払えばね。はい、ではい、でね、ペットを持ち込ませる権利がとか言い出してもしょうがないんだけど、いや、それはペットと一緒にいたくない人の権利も守るよ、この野郎って話があるんですが、それ以上にね、やっぱ一番ね、問題なのはね、ちょっとね、正論すぎて笑ったんだけど、はい、飛行機に乗せること自体が、ペットにはストレス、機内ペットの持ち込み以前に虐待ではないですか。はい、私ね、この意見ね、非常に正論だと思うんですよ。はい、ね、まあ、人間だってさ、飛行機離陸だ着陸だの時のさ、乗り気慣れないときついものがあるし、実際さ、こう絶対に乗りたくないって言われる方もいらっしゃいますよね。それをさ、こう言うたら飼い主のエゴやん。はい、家に置いてきたくない、一緒にいたいからとか言うさ、エゴやん。はい、それで、まあ、飛行機に乗せて、しかもね、今はさ、キャビンに客室に入るわけだから、荷物として運ぶわけだよね。もうまさにエゴ以上の何者でもないやんって思うんやけどさ、ね、うん、まあね、昨今その動物を一緒に連れて入れるレストランとかホテルとかたまーにあったりもするけど、それってまあレアなケースじゃんね。その辺がね、こう何とも言えないところだなと思いますね。まあこれがさ、あの盲導犬とか介助犬とかしつけされててさ、それがいるのがまあ世の中的には普通で、ちゃんとさ、もし飛行機の中で揺れてもちゃんとさ、一緒に飼い主を伴って逃げることができるっていうワンちゃんだったらありかなと思うけど、それ以外はね、基本的になしだと思いますよ。まあ、まあそもそも盲導犬にしつけるのがエゴだって言われたら困っちゃうんだけど、でもね、それはこう何、こう介助を受けている人が、活動するためにはやむを得ない措置じゃん。ね、まさに合理的な配慮の範疇にそれは入るかなと思うけど、そうじゃない一般の飼い猫飼い犬にね、あのキャビンに連れて行けとかさ、そもそも旅行に一緒に連れて行くのかさ、あの意味がないと思いますよね。で、家に預けておける環境がない、あるいは近くのペットショップに預けておくの嫌だとかいうのはさ、それはあの飼い主自身の経済状況とかさ、そもそも飼っていいのかお前らは、飼う資格があるのかっていうふうに個人的に思っちゃいますよ。はい、まあ、旅行するなって言ったわけじゃありません。家族旅行はぜひともしていただいて結構なんですが、その辺の配慮を、まあ、勝ったからにはね、あのペットとして勝ったからには、アイガドーブ使ったからには、ね、墓にちゃんと入れるまで、ね、ちゃんと面倒を見ていただくのがお仕事ですよって思いますね。はい、エゴのために買ったんなら、エゴ、自分のエゴを曲げてでもちゃんと、ね、ペットとして生活できるように、動物として健やかになるようにしていただくのが飼い主の義務ですよって個人的には思う次第でございます。はい、皆さんはこのエゴ全開の主張に対してどのようにお感じになりますでしょうか。ぜひとも考えていただいて、もしペットを飼ってらっしゃる方はちょっと自分のね、飼っている猫ちゃんね、犬ちゃんがね、どう思うか、どう感じるかを思い浮かべていただいて、この主張に向き合っていただければなと思う次第でございます。では今日はこれにしたいと思います。ありがとうございました。